ワンダーオブスターダム選手権試合、選手権保持者上谷さや対挑戦者白川美奈、両選手ステージにお願いします。それでは両選手ご着席ください。それでは試合に対する意気込みを順番に伺ってまいりましょう。まずは挑戦者白川美奈選手をお願いします。あなたのハートにパワーバム、白川美奈です。やっとという感じです。前回戦った広島の日から私の中で時計の針が止まってしまったような感じです。苦しくて悔しくて生きてる心地が正直なところ今もしません。あの日私は最後肩を上げてまだ戦う意志がありました。でも試合は終わってしまった。だからあの日の続きをしに行きます。絶望、地獄、そこから這い上がる姿を皆様に、ファンのみんなにお見せすると、あの日のバックステージで私はみんなに約束しました。だからその約束を横浜で叶えに行きます。約束を果たしに行きます。ではチャンピオン上谷沙耶選手いかがでしょうか。第16代ワンダーオブスターダムチャンピオン、ゴールデンフェニックスの上谷沙耶です。横浜アリーナでゴールデンフェニックス大復活します。あの広島大会以来飛んでいないフェニックススプラッシュを私は飛びたいです。それは相手が白川美奈だから。白川美奈とリマッチできること本当に心から嬉しく思うし、だからこそ自分の限界を超えた上で防衛したいから私はあの技を飛びたいです。私のプロレス人生を変えてくれたあの技を飛んだ上でゴールデンフェニックスの名をこれからも名乗り続けたいです。以上です。口の中がどす黒い血の味でいっぱいになるんだよ。あの日広島で
あんたの勝利の入場曲聞きながら激痛と血の味感じながら天井を見ることしかできなかった私の気持ちがあんたにわかる。私はあんたに負けてない。なのにあのシーンが何回も何回もフラッシュバックすんだよ。あんたにわかる。ごめんだけど私そこまで優しくないから、これからもずっと絶望の淵に立ってればあんたはずっと悲劇のヒロイン止まりだよ。立ち上がる真の不死鳥は白川美奈なんだよ。あんたが今度は地獄へ落ちな。以上、ワンダーオブスターダム選手権試合でございました。それでは続いてのカードでございます。ワールドオブスターダム